こんにちは、ひとひかりです。今日はね、ハローワーク行って紹介状とかもらってこようかなと思いますね。その前にお腹減ったんでご飯食べます。焼き鳥缶ですね。これ視聴者さんにいただきました。ありがとうございます。ガーリックペッパー味なんですけど、まだ食べたことないんでちょっと楽しみですね。で、このご飯もね、お米炊いたやつ、わかるかな、めっちゃいい匂いする、ガーリックの。あ、美味しそう。あ、いやー最高ですね。まだ食べてないけどうまい、おいしい。でね、またプレゼントが届いたんで、ちょっとハローワーク行く前に開封したいと思います。これなんですけど、結構軽くてね、でもデカめなんですよね。ちょっとご飯食べてから開けますね。ごちそうさまでした。食べ終わったんでね、ちょっと開封してみたいと思います。多分ね、ハムちゃんのものだと思うんですけど、案の定ハサミはどっか行っちゃったので、手でね開封して、水こぼしそう。見えるかな。おー、床材ですね。ありがとうございます。やっぱすごい、こんなでかいんだ。ついにね、うちのハムちゃんも紙の床材デビューです。白樺チップは安くて消臭力も高くてね、使い勝手もいいしいいんだけど、ホコリがね立っちゃって結構、まあ、難しい面もありますよね。でもこの紙ならね、なんか健康的には一番髪が一番いいそうだ、なので、ちょっとこれ試してね、よかったら髪にしてみたいと思います。どうなんだろう、お掃除楽々とか天然素材で安心。うん、低アレルギー素材、髪の床材。ちょっとねこれ使って、まあ、今後の床材も検討していきたいと思いますね。ありがとうございます。伝票、ひとひかりさんこんばんは、ハムちゃんのお役に立てたら幸いです。ありがとうございます。名前は控えますね、本名っぽいので。この方前もご飯送ってくださった方ですね。ありがとうございます。すいません、床材ね、もしかしたら今後これで使っていくことになるかもしれないので、ちょっと検証してみたいと思います。ありがとうございます。じゃあね、ハローワーク行っていきたいと思います。あれから5日ぐらい経ったかな、1週間ぐらい経っちゃいましたね。本当は街中で撮ってたんですけど、まああれはボツにしました。でね、いつもの場所に来てるんですけど、今ね雨降ってて、なんか毛虫とか蚊が大量にいるので、立って話しますね。まあ、いつもここにいるんですけどね、まあそれは置いといて、なんだっけ、あ、そうだ、ハローワークですね。ハローワーク行って、で紹介状をもらって、履歴書送ったって感じでね、まあ、そういった日々を過ごしてるんですけど、転職エージェントは前使ってたのはもう使ってないですね。まあ、あんまりいいのがないってのと、多分ターゲットが僕じゃないっていうか、うん、もうちょっとスキルある人向けなのかなと思いましたね。あと連絡がすごい来るので、ちょっと煩わしいなっていうのはありますね。めっちゃでかい毛虫が進行してきて、
めっちゃでかい毛虫殺しましたね。で、うわすごいな、毛虫めっちゃいるな。まあいいや、それは置いといて。なんか結構怒られますね。まあ社会人だからしっかりしなさいってこの間女の職員の方に言われて、あーって思いましたね。ぐさって。結構まあ優しさですね、それは完全に。怒られたというか、にっこりって感じで、まあしっかりしなさいよ、みたいな。通いすぎてなんか、通いすぎてってそんな言ってないけどね、毎回人も違うし。だから、なんか親近感っていうか、覚えられてんのかもしんないけど、まあそれは、まあそんなには、ぐさっとは来なかったけどね。まあぐさっとは来ましたね。まあ矛盾してるか。まあいつも通り、考えることは考えはまとめないで話してるんでね。今日もね、まあいつもここにいるんで動画を撮ろうと思って来たわけじゃなくて、まあもうちょっとで帰るから最近動画出してなかったし撮ろうかなって感じでモチベーションで来て撮ったんであれですけど、最近サボりまくってますね動画。まあ全然誰に強制されてるわけでもないんであれですけど、うん、広告収入が得られないっていうのはまあそれは自業自得なんでいいんですけど、メンバーシップで、まあ、定額でお金をいただいている身なので、あれで動画出さないっていうのはちょっとメンバーの方に申し訳ないなと思いますね。この個人のブログの方では収益化しないんであれですけど、ハムスターの方では収益化しててそっちもサボっちゃってるんで、まあ出さなきゃいけないなっていう責任感はありますね。けど最近めちゃめちゃ眠くて体が落ち着かないですね。まあ、夏前が一番調子いいはずなんですけどね。花粉も終わって暑くないしあんまりだけど眠いですね。まあ、ぼちぼち頑張りたいとは思うんですけど、あとは2年ぐらいかな、明確に人と話してないのは2020年の1月1日から友人とは話してないので、あの事務的な美容師さんだったり他の人のコンビニとかスーパーの人とか話すんですけどね。また雨降ってきた。わあ、めっちゃ毛虫いるな、ここ。ここは。早く終わらなきゃ。わあ、毛虫来た。毛虫が怖いんで、場所変えてしゃがんでしゃぶってますけど、最終的に最後に話したのが、2020年の1月1日ですね。友達と年越しした感じで、誰とも話してないんですけど、その美容師さんとかスーパーとかそういうのを抜いて友達っていうか知り合いとは話してないですね。というか親族とすら話してもいないんですけど、まあそれはいいとして、最近なんか連絡取ってみようかなと思いましたね。高校の学校あんまり来ないっていう友達、あの子にちょっと連絡取って、まあ、会えるかどうかは分かんないけど、あの LINE とかも全部ないんで連絡先も全部なくて、まあ探せば見つかるかなっていう、なんか Facebook とか SNS でなんか探せば連絡取れるかなとは思ってますね。でそれでちょっとご飯というかご飯にあやかろうかなって、分かんないけど、まあ彼結構いいとこの出なんでお金はそこそこあるっていうね。まあそれだからって僕にお金を出してくれるとはまた違った別の問題ですけど、まあ固いことは抜きにして連絡取ってみようかなって思いましたね。うん、いろいろと考えることはあった気がするけど今はなかなか思い出せません。わ、カメラにめっちゃ虫ついてる。やばいな、ここ。ちょっと今日はこんなところで終わりたいと思います。プレゼントもね、たくさんいただいちゃったんで、それのね、開封動画も出さなきゃいけないしって感じで、まあいろいろと
何かその施しというか善意をもらったからね、それに応えるような責任感は発生するなって最近思いましたね。義務ではないけど、まあもらいっぱなしでね、やったっていうのは、まあどっかで話したかもしれないけど、そういうのはあんまり良くないと思うのでね、自分ができるなりのお礼というか、そういうのはしたいと思いますね。それが今は動画を出すことだったり、なんか自分が頑張って成長している姿を話すだったり見せるだったりするのかなって思いましたね。あと最近公式サイトを作りました。なんか自分の経歴みたいなね、それにまだ改良途中なんですけど、それ年表みたいな、何年何があったっていうのをね、事細かく自分で Wikipedia 風に作ろうかなと思いますね。 何の需要もないけど、まあ知りたい人がいたら見てもいいかなって感じのサイトですね。年表はまだ追加してないですけど、プロフィール程度のレベルだったら今はできてるので、よかったら概要欄かな、あとはチャンネルページの概要っていうのかな、そこから飛べるので、よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。